はい、えー。今回はね、ビジネスのセンスのお話をしようかと思います。まあ、前回ですね、与えるだけの人が最もビジネスのセンスがいいんだよっていうお話をしました。あインチキなものとか、めちゃけの売り上げをね、えー、望んで、あっちこっちと二点三点するようでしたら、そういう腰が座ってない人は、結局はビジネスに振り回され、お金に振り回され、情報を扱いきれずにいるんではないかなという話でしたけども、今回はですね、何をしたらビジネスのセンスがいいかってことなんですけども、比較するものとして、 うんと店舗がありますね。店舗っていうものがあったり、会社ってものがあったり、えー、メディアってものがあったりね。広告ビジネスですね。それからの工場っていうのがあったり、メーカーっていうのがあります。今回とりあえずこの5つの働き方の中で、何が一番センスがいいか、何がどうセンスがいいかってことをお話しようかと思います。まずはですね、店舗とか、それから会社を経営する、それからメディアを運営する。メディアっていうのはこういった YouTube とかね、ブログとかですけども、その3つのうちどれが一番いいかってことなんですよ。当然ですけども、メディアですよね。 今は情報化社会ということで多くの人があらゆる情報あらゆるジャンルの中から最も優れた情報を探してるんですよその情報に基づいて、えー、お店に行ったりその情報に基づいて会社に行ったりってことをしますんでやっぱりね情報が第一なんですよですから私はメディア運営をするべきだと思いますで店舗っていうのは経費がかかりますし人がねお客さん来すぎてもキャパシティっていうのがありますんでチャンスロスを起こすんですよで会社っていうのはどうでしょうか従業員さん出勤しないといけないですよね で、会社っていう体を整えなければならないので、維持費が結構かかります。そう考えていくと、ネットメディアって一人でできますし、一人で、一人の相手もできますし、1億人の相手もできるわけですよ。で、しかもですね、24時間365日、無限の、この悠久の時の中でですね、自分という存在がいなくなってもビジネスが存続するということで、一番ビジネスセンスがいいのは、これメディアだと思うんですよね。だから店舗とか会社とかやってるべきではないなと、やってる暇はないなと私は思うんですよね。で、次なんですけども、工場で商品を作るのか。 メーカーとしてコンテンツをデジタルコンテンツを作るのかってことの比較があります。まあこれも当然ですよね。工場に出勤して原材料を仕入れていろんなねいざこざの中で商品を作るというよりもデジタルコンテンツですね。価値ある情報をまとめて動画とかあブログの記事として提供する方が粗利リ率はいいんではないかなと思うんですよ。じゃあこの2つを組み合わせてですね。 デジタルコンテンツを作るメーカーになるそして、えー、デジタル媒体を運営するメディア運営者になるとこの2つを手に入れたらもうねそれ以上やることないと思うんですよ会社に勤めることもないし店舗に勤めることもないし工場勤務をすることもないんですよこの全時代的な働き方あ工場に勤務するとかね会社に勤務するとか店舗を運営するとか店舗の従業員として働くとかこれはね20世紀はこれで良かったと思いますなぜなら情報ってものがある既得権益に独占されてたからなんですよ 既得権益がなんで情報を独占するかっていうと、それほど情報がおいしいからなんですよ。で、今、情報が我々にも解放されました。あと戦うべきは我々の先入観なんです。20世紀までずっとね、これしかビジネスがないと、コツコツ成功するためにはこれをやるんだっていうふうに押し込められていた工場勤務、えー、会社経営、それからあの店舗、こういったもののビジネスに、えー、入り続けるのか、それとも、 既則権益としてずっとね独占されてきた情報を扱うメディアリテラシーえメディアっていう運営者それからあメーカーですよねデジタルコンテンツを作る情報コンテンツを作る情報という商品を作る人になるかどうかどちらの方を選ぶのがビジネスセンスがいいのかなってことですよねでもちろんね店舗とか会社のメリットを生かしきれる人はそっちがいいと思います うん、で店舗や会社のデメリットをヘッジできる人リスクヘッジできる人だったらそちらでもいいと思いますただこれは非常にね難しいんですよ本当にね、えー、会社にしてもできた会社が10年続かない9割潰れるっていうんですよねそのぐらい会社経営難しいんですよで店舗もそうですよね店舗っていうのはものすごくね、あのー、皮肉な条件でできていましてボーンと店ができますよね流行りますよね流行ったら潰れるんですよ これ何でか分かります流行ると似たような店がボンボンボン後のように出てくるんですよ。ウゴの竹の毛のように。競合が増えるんですよ。だってこの店が儲かってるから。ここに店出したら儲かるよってことを証明するんでライバル店が出るんですよ。ひどい時には、ここにコンビニできましたよって言ったら、コンビニの同じチェーン店が出るわけですよね。もう自社内競合で潰しちゃうわけですよ。 で店舗なんていうのはねこう、こういうリスクヘッジもできないといけないんで、うん、苦しいですよね。ひどい時には自殺に追い込まれてしまうんですよね。まあ、そう考えていくと、やるべきではないなと思います。うん、で、えー、ネットっていうのはそういうものがほぼ不要です。うん、必要なのは、発信するってことと、その内容ですよね。どんなものを発信するかって、この2つに限られてます。だからメーカーとおーテレビ放送、これが同時に混在してるのがあ、インターネットを使うっていうビジネスなんですよね。 だからインターネットビジネスを私は支持するわけなんですよ。皆さんもぜひね、インターネットビジネスを使って、えー、多くのね、悩みから解放されて、その後で店舗をやろうと、会社をやろうと、工場をね、自分でやろうと、自由なんじゃないですかという話でした。では、失礼します。